先ほどですね、このお昼に行ったんですけども、新州の教えを聞いてきた。特にその、新の八の人の音から出られた、蓮の書に行って皆様がですね、おっしゃるんですけども、見てみなければわからないということがありますね。だいたいこの頃はそういうこういうことを言うことすらあんまりそういうことを言えないのは聞きたく聞かないようになります。人はみな平等で、なんか老いも若きも男も女もみな平等で、何でもかんでも平等だし、ところが平等に7問もあるんですね。先ほど言いましたよ、80代のものは80になってんだとお昼言ったんですが、マルコム・カールっていうアメリカの思想家がですね、この頃何かしとった人たちして老人老いについて書いておる人がたくさんおくけれども、その人たちがその老人道に書いている人たちの年齢を調べてみると、みんな60代前後だ。そんなものは、老いを語る資格がない。老いを語るのはあまりに若すぎる少年少女たちが言うんです。私の夢はた、ちょうどここのご住職と、うちの私の寺の住職してる私の息子とは同い年やそうです。52か、そんなもんでしょう、52かたんかね。それがこの大阪に年取ったって言うんです。僕から見ると少年少女たち。でも本人は本当に年取ったと思うと思うんです。お待たせされてない。50過ぎたばかりの者がですね、逆立ちしても80代過ぎた本当の年寄りの世界は分からんのです。そうでしょ。古文代に行ってね、全国からね、同好会館っていうところで2泊3日で研修に来られない、お若い奥さんなんかが来られ、あんたはどうしてこんなところに来られるようになったんですかって言いますとね、大抵今までは子供を育てて一生懸命やるのに何にも他のことを考える暇がなくて、その子供の子供では子供たちもみんな親に行って親にもらうものはもらうて少し余裕が、その時に何が思われるかと思って言うと、お嫁に来た時のお姑さんはいろんなことを言われた。そのことがこの頃思い出されます。こうおっしゃる。お嫁に来た時にはお姑さんはあれ何を言うてるんじゃない、
持っとったけども、自分がいよいよ、その、信徒の、信徒の年齢になってみたら、初めて、あの時、お母さんが言われたとは、こういうことやったのになぁ、ということが初めて、思い当たりがね。それでそういうことがご縁になってですね、その方が、いつも、お念仏と申していらっしゃった。何を言うたるんだろうと思ったけどもですね、何か私にはわからない世界があるらしい。なんか、わからない世界をお母さんが言っていらっしゃる。ね、我々はね、自分この頃はどうなってるかというと、自分にわからないものは皆ダメだ、そういうことになってるでしょ。例えばこうして話をしても分かりやすい話をしてください、大体ね、宗教なんていうのは分かるもんでないんです。これは分かりやすい話したら世間話が一番分かります。ここで分かりやすい話をすると世間話になってしまうんです。私には今の私には分からんけれども、何か私が今まで経験したことのない大きな世界を生きていらっしゃるんじゃないかな、そういうこともありますね。それでね、私はこのように思うんですが、一生を取っている人はですね、すべてのものが分かることではないんですね。初めて、今まで分かったつもりで言ったことが、全部、ええ加減なのせいだ。今まで、こうだと思い込んでおったことが、なんとも見当違いなことを思うとった。そういうことが一つ一つ発見されるある意味で初体験です、ね、年を取りますとそういう意味での初体験が毎日あります。それが年を取ったことのご利益でしょう、ね、世間では、まるで反対のことを言ってますね。うちに来てご挨拶をしても、どうですか、お変わりございませんか。はい、おかげさまで。変わらないことが言えるのと。ほんなら、変わらないのがいいかというと、おい、なんか変わったことないか。また、うち、求めておるんですね。人間というのは厄介なものですよ、一人でおると寂しくなるし、そうかといって仲間が集まってくるとガヤ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 と騒がしいし、ね、うん、おかわりありませんか、はい、おかげさまで。そしたら子供がいつまでたっても子供でなくちゃいかんでしょう。新婚した夫婦はいくつ何十になっても新婚の時のままでストップしておらなきゃいかんでしょう。そういうことが幸せですかね。そうでしょう。どん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 変わりに、社会事象も自然現象もね、それから我々の人間の営みも全て変わり変化し続けている。これを仏教では諸行無常というですね。諸行は無常である。形あるものもないものも瞬時としてとどまることがない、常に変化し続けている。それを
我々の人間の上に当てられていますと、これを生死と言います。こんな言葉はね、英語にはないんです、英語には。英語にあるときには、英語では、生と死。これならあります。死と言えば、death という言葉があります。生という言葉は、life という言葉があります。生と死。分けて考える。それで、その死と言えば、常に臨終の死を考えます。尊厳死、安楽死、脳死。全部、自分の生涯の終わる臨終の死だ、こう言って、それまでは生きとるとこも、ね、でこれは二つ両立しない考え方ですね。死がしょっちゅう生を脅かす。私が旧制中学校の頃に初めて診断証人の教えを真剣にこれは生涯聞いていかねばならん思い、その思いだったのはなぜかというと、旧制中学校の3年の頃、15か14かぐらいの年で、死のことが怖くて怖くてどうにもならなかったんです。夜寝るのに寝ていく間に明日の朝までに息が続いておくかどうかわからない、不安で寝れない。死ということを思うと勉強も手につかない。何のために生きているのか、何をやっても人たちの死が訪れば全部パーになってしまう。その死の恐怖、死の不安に追い立てられて、私は新学期の教えを聞くようになったんです。その時に死と生徒が対立しているのが大厄介な話だということになってきましたので、戦時中はね、全部死ということを中心にしたものの考え方、文化、死の文化、この恥を犠牲のめのめと長生きするよりも大いなるお国のために最良と死ね、そのことが人間としての最高の感動である、そういう教育を受けたんですね。生きるに値することのない、この恥大きい生をのめのめと生き延びるよりも大いなる使命のために命を投げ出せる、それが人間として生まれた最大の感動である。これが天然の我々の考え方でした。私もそういう愛国少年、軍国少年でした。ところが戦争に行って南方の島でみんなたくさん名人をしました。帰ってきたら今度は皆さんご存じのようにそれまで使っておった学校の教科書を全部手に塗って、ね、そして新しい民主主義の教育を受けるようになりました。その民主主義の教育というのは何か、性の文化。だから我々は現在死ということをほとんど考えることがなくなりました。私の子供の頃まではですね、毎日毎日死と対面していたんですね。この頃はその死というものを我々が感じる必要のないほど見えないところを押し込んでしまいました。
して生きているということがいかに素晴らしいか、いかに楽しいか、いかに喜ばしいかということで埋め尽くしてしまう。葬式あるいは死の行事ですけれども、この行きますお葬式かお祭りかわからないようなことに、もう電気がピカ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 ね、うん、どうかしますと入り口から戦車がぐっとぐっと回ったりしまして、そしてみんながご挨拶するときだけはちょっと神妙な顔していますけども、ついでしばらくするとお料理が届いて、それでお酒を飲んでまるで楽しみにしておるみたいな、おつやおつやに行っても死というものを感じることがないよう、そういう文化になってるんです、ね、ところがだから生は死によって脅かされ、同時に死を抹殺しようとして生を充実する、そういうことを我々は戦前と戦中戦を繰り返してきたんですね。で今はほとんど死を感じなくていいことになります。そうしたらよほど喜びに一日だ顔つきの人が増えてきたかと思うと、逆に全く虚しい生き生きとした顔がなくなります。死というものがなくなったら生きるということも生きる緊張を失ってしまったんです。だから退屈死と言うんですね。昔のお年寄りと比べたら今のお年寄りはまるで天国みたいなもんですけども、そのお年寄りが集まるといつまで長生きしてでもこんなもんやと、はいお迎えが今回がとこういうこと言ってるの変なもんです。それに対して私たちはこの生と死じゃなくて生死、これ一つの単語です。生を離れて死はな、死を離れて生はない、こういう考え方ですね。このヨーロッパにはないんですよ、こういうのは。ということは死というのは臨終の死ではないのであって、今私がこうして話してるお元気ですね言われるとまんざらでもありませんけども、この話している最中はこっこっ死につつあるんですね。死に哲学的に言いましても、毎日毎日細胞が死滅して、そして新しい細胞がこれを補う、年取りに従ってそういうことが良くなってくる。こう生きていると思っているけども、死を離れて生はないんですね。一日一日死につつある今を生きている。これ間違いないでしょ。だからその生まれ続け死に続けて、その緊張の中を今生きてよう、そういう意味で生死という、これ一つの言葉です。生死ですね。その生死を今生きてよう、今私たちがね、生きているというのは今しかないんです。済んだことはもう過去の思い出になってしまいます。まだ来ないことはまだ未来ですね。
本当に生きているものは今しかない。どうでしょうね。ところが我々の常識はまだ今晩どころか明日も明後日もどうかするとまだ2年や3年生きているわよとね思っている。これはですね、正しい認識ではないですね。ただそう思い込んでおる。そうしますと、その生と死とのを繰り返し回転の中で生涯をやがて終わっていきます。何一つ確かなものがないままで終わっていきます。それでこれを生じる伝こういうふうに伝伝というのは夜でのないものが川の流れの真ん中にこう失わされておるようにこう変わり続けていく。そして生涯を終わっていくわけです。それでよいのか、それでよいのかということが、そういうことが実は宗教の問題です。お昼に見ましたが、私たちは宗教、人間は宗教というものを持つというよりも、私たちを通ってくるものを宗教という、私が何か問題を持って宗教に答えを求める権利はないんです。こうして話しているここにおる私が今日までたまたま生き延びて、で今ここの九州のこの武蔵まで来て今こうして話しているその今しかないんですね。今しか1時間はどのこと分かりません。その今を我々がどう生きておるかということが、これ最大の問題です。ところがその一番大きな問題を我々は問題にしようとしませんね。皆さん方はお友達のお集まりになって、人間というのはどこから来たんでしょうね、何をしようとしておるんでしょうかね、人間の目的は何でしょうかね、そんなことを話題になったことがありますか。全然ないですね。隣の奥さんの噂話や自分とこの家の若い者の話や、そんな話ばっかりです。その一番大事な問題、今私がここにおるその私は一体何者であるか、そう問うていく働きを宗教というんです、ね、だから人間というのは全部宗教的存在です。私も、私はクリスチャンでもない、仏教でもない、ましてオウム真理教でもない、私は無宗教だと言っておる、そういう人もお前の人生はそれでよいのかと問われ続けておる。そういう意味で人間というのは全て宗教的存在だ、こういうふうに言うことができます。でその大事な今私のここにおるそのことが一体どういう意味を持っておるのか、私自身にとって、また世界にとって、人類の歴史の上でたまたま
今生きておる、そのお前の生きておる今というのはどういう中身、どういう内容を持っておるのかということが、これが最大の問題ですね。これを五章の一大事ということで言ってきました。信州では、北陸の我々のところでは、私どもの子供のその大人が集まると、どうや五章の一大事に夜明けができたか、どうや五章の一大事がはっきりしたか、日のある間にそのことがはっきりせぬままで生涯も終わったら、これは取り返しがつかんぞということを、いつもそういうことを年寄りたちが話をしとったもんです。その五章というと、後の章、五章に対する前章でしょ。そしてその前の章を前章、そしてこれから来る章を五章、その五章の一大事が明らかになったから、人間に生まれたのはそのこと一つを明らかにするために生まれてきたんだぞ、こういうことをずっと聞いてきた。私が死ぬことが怖くて怖くてどうにもならなかったということは、五章の一大事がはっきりしないまんまで死んでいることに耐えられなかったんです。一番大事なことがわからない。何で生まれてきたのか、生きておるということはどういうことなのか、生涯を終わるということはどういう意味を持っているのか、その一番大事なことがはっきりしないまんまで死が近づいてくる。それまでも耐えられないんだね。ということは、五章というと後の章ですから、命終わった後、現章というのは今生きておること、前章というのは生まれる前、そういうふうに我々は普通思ってた。常識的にと思いますね。また意識してそういうことを教えておる宗教もあります。お前が今不幸なのは前の章で二分をしなかったからその結果があったんだ、だから今いいことを心がけておらんというと死んで大変なことになるよ、なんかそういうふうなことを言います。ギリシャの古い思想家がおりまして、面白いことを言うとおります。死ぬということを皆問題にするけれども、そんなことを問題にせんでもいいんだと。なぜか、死がやってくるまではちゃんと生きとるんだから、別に死をまだ経験しないんだから、経験しないことを心配する必要ない。いよいよ死がやってきたら心配しておる自分はおらんようになるんだから、だからまたそれもまた心配する必要ない。私は、ね、学校で京都の大学でそういうギリシャ思想を学んで、当時のあの後にノーベル賞を受けた友永新十郎です。新長がそのお父さんの友永三十郎というのは偉い人でした。その人からギリシャ哲学を学びました。その時にこんな
こんなことを言うと人があるというと実は今でも覚えてない、死ぬことなんか問題にせずみんな死がやってくるまではちゃんと生きとるんやから、そしていよいよ死がやってきたら死を恐れておる自分がおらんようなんじゃから、どっちにしても問題にせずに、いやー素晴らしい考え方やとかね、その時ちょっと感心したもんだとか考えてみると、これは自分の考え方のトリックみたいなもんだと、そんなことで問題がなくなるわけではありません。それで五章というのは死んでからあとこういうふうに言われますけれども、実はそれは現在生きておる、確かにここに生きておるという私が本当に生きておるということの驚きと喜びと感動がない、蓮如はこの現在我々の一生を生きておることを一旦の不祥である、何の頼りどころもない、失わされていくゴミのような頼りのない生活をして生涯が終わってしまう、これこそ確かな生き方、私が生まれてきたのはその確かな生き方をはっきりさせようというために人間に生まれてきたんだ、それを蓮如は幼少の落下であるこう言っています。我々の生きておると思っておる毎日毎日が実は何の根拠もないところを生きておるので、本当の人生に生まれたことがない、それで幼少の落下というのは私はこのために生まれてきたんだというその喜びと驚きと感動ですね、それは単に私だけの問題ではなくて全人類、日本人だけではない、韓国の人も中国の人もアメリカの人も全人類が人間である限り願わずに折れない、根本的な普遍的な性格を持っているのが一番深い要求です。本当に生まれてきたんだ、このために生まれてきたんだというその要求がに生きることになる、本当の人生を開いていく、そのことを五章という言葉で表してきたわけです。宗教の問題はそういう一つの大きな問題を言葉として我々がその本当の生き方を明らかにした人々の言葉を通して人間としての万人が共通に求め続けておる課題をいただいていくということが宗教の問題ですね。そういう本格的なことをこの日本の国の中で明らかにしたのが親鸞という人、
現在先ほど言いました今もほとんどの日本人は自己中心の幸福だけを求めてそうして新年の集まりに何百万という人が動いてきます。テレビを見ますと毎日毎日どこかのお祭りを映しております。みんな規制を上げて何をやっているかというと幸福になりますよ。今年も幸せで健康で物がたくさん生産されてよろしくお願いします。そのお祭りをやっているんですね。そしてそういうのを宗教だと。実はそういう宗教こそが一番私どもの本当の人間の要求を眠らせてしまう。本当の人生の問いをごまかしてしまう。そういうことに対して説明しなかったのが本当の宗教、それを真宗というのだ。それは決して私が発明したのではない。人類の歴史を見よ、そのような全ての人に共通する、時代を超え社会を超えて人間である限り我々を全くその深いところから問い続けてくる、そういうのを真実の宗教、真宗と申します。私もその真宗に生きた人々の言葉を通して私もその真宗の生きる身となったという感動の言葉を貫いておいてください。そういうことをですね、この若い時からご縁もあってたまたま15、16の時に死ぬことが怖い、死ぬことが怖いということが一つの手がかりになって、そして今日まで戦争を生き抜いてきてですね、そしていよいよ人間としての本当の生き方というのは何であるのか、そのことを単にお話を聞いても始まらないのです。その世界を生きた人の言葉を聞いて、その人の歩んだ道を私もまた歩ましてもらいましょう。そういうところに新しい私の誕生がある。宗教というのは誕生、それを真宗ではこれを往生という、新しい世界に生まれる、現代の言葉で言えば誕生だから、僕の意味では人様がお亡くなりになると言ってご挨拶をします。どういうご挨拶をするかというと、この度は往生の疎開を遂げられた、ありがたいことです。そういうご挨拶を私どもの子供の頃まではみんなしたものです、本当の世界で生まれることができます。言葉でもそういう言葉がご挨拶の言葉になっていた、そういうことですね。現代の真宗門徒が特に現代という生の文化で埋め尽くしようです。そのくせ大きな不安の前におののいております。人類はどこに行くのか、ね、そういう中で初めて私たちが親鸞聖人の言葉を
改めてその言葉に対面するということが大事だと思うんですね。話をまた道しておってもダメなんです。本当に生きた人の言葉に触れて、その人の生きた生き方が自分の生き方となるかならんか、そういう問題がございます。ちょっとこう、今日お昼からちょっと体調を崩していましてね、体調を崩していると話がまとまらないので、相変わらずまとまる話になりましたけれども、大事なことは、一番大事なことを私どもは忘れてしまった。五章の一大事ということを忘れてしまった。人間の能力の中でどういう能力が一番進んでおるかというと、大事なことを皆忘れてしまうという能力が一番進んでおるんだそうです。具合の悪いことは皆忘れてしまうですね。私のこれでもう終わりますが、今年出した新聞にこれを売って出してるんですけども、宮沢賢治の雨にも負けるという有名な詩があります。その中に、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、見聞きし分かり、そして忘れる、こういう文章がありますね。あらゆることを自分というものを感情に入れずによく見通し聞き、そして分かって、そしてそのことを忘れない。非常に感動的なことだ。特に私はこの言葉を読むと、私にはこういうふうに読めるんです。あらゆることを自己中心にしてしか見ようともせず、聞こうともせず、都合の悪いことはきれいさっぱり忘れてしまうというのが我々の姿ではないですか。宮沢賢治の詩が立派だちって関心ばかりしとってもどうにもなります。現実の私はそうなっとるのかですね。あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れると賢治は言っております。私の現実は一体何か。あらゆることを自己中心にしてしか見ようともせず、聞こうともせず、都合の悪いことはきれいさっぱり忘れてしまう。それは私だけでなくて、現代という時代に生きる者の共通したところではございませんか。そういうことも新和人の言葉を通して初めて、そういう自分の実態というものに目が開いてくる、そういうことがあるわけですね。まあ、この時間も来ましたから、これで中途半端なぶっ切ってしまったような話ですけれども、ここで終わります。長い話だと思います。